今回のプラチナシネマはパーシージャクソンシリーズ2作品案内役は映画ソムリエの東さゆみそして10月のゲスト解説者に映画活動家の松崎誠さんをお迎えしてお送りしますファンタジー対策パーシージャクソンシリーズ2作品が登場です、はい、アメリカですごく人気のあるファンタジー小説の映画化なんですね、はい、2000年代というのはですね あの「ハリー・ポッター」とか「ロード・オブ・ザ・リング」とか、うん、あと「ナルニア国物語」とかですねもうファンタジー小説の映画化がすごく相次いだじゃないですか魔法小説というかですね、えー、そういったものの流れの中で2010年にこの第一作というのがですね あの映画化されたわけですねはい監督はクリス・スコロンバス監督じゃないですか、はい、もうこういった「ハリー・ポッター」シリーズの2作目も撮ってたと思うんですけども小説シリーズをどんどん、ね、こう映画化していこうと思ってたわけで、えー、そういうスタートということでですね「ハリー・ポッター」シリーズをスタートさせたクリス・コロンバスに白羽の矢を立てての監督起用だったと思うんですけども。 ジャンルものって大体ですね、十年一区切りって言われてるんですよ。ええ、例えば昔だとねとマカロニウエスタンブームっていうのもあれも十年だったし、ハ、ええ、ニック映画ブームとかオカルト映画ブームってこういったものって大体十年一区切りなんですよ。<ー>でまあそういう意味ではあのそれがそろそろ 終焉に入るかなって時にパーシー・ジャクソンが出てきたとでこの後に何が来るかというとですねマーベルをはじめとするアメコミの今はまさにアメコミブームですもんねでこれもですねでもアイアンマンの一作目からそろそろ10年ということなので<あ> <laughs> そろそろ一区切りの数なんですけどまあこれはわかんないですけどねあのただいわゆるこれは映画界の法則として10年一区切りなんですよはい この物語はギリシャ神話がベースになっているところが新しいですよねあの主人公はですね17歳の高校生のパーシー・ジャクソンなんですけども先生から君は神と人間の混血であるとデミゴットって言うんですよね、えー、海の神様のポセイドンとお母さんとの間に生まれたのが君だってことがわかるんですよね、はい、デミゴットが集まる養成所というかそういうとこに行ってで彼の訓練の日々が始まりさらには冒険に行くと そういったのが作目ですよね、はい、でまあ2作目ではさらにですねやっぱり世界を滅ぼすんじゃないかと言われてる横島中身であるクロノスというのが復活するのを防がなきゃいけない、うん、まあだんだんこういう匿名を帯びてですね冒険に行くっていうのはまあパターンになっていくわけなんですよね。はい なぜそのギリシャ神話の神々がアメリカにいるんですかこれね小説の基本設定であるのがですねもともとギリシャの神々っていうのはギリシャがその時代世界で一番栄えてる場所だったからそこにあるわけですよ、えー、要するにそのその時その時で世界で一番栄えてる場所にギリシャの神々こう王国を作るみたいなね<構>そういう設定があるんですねなんか臨機応変で柔軟性のある神様たちなんですよねそうですよねあのうん、うん、結構だって人間との間に子供作っちゃうとかって考えていくと <laughs> かなりこう自由な神々ですよね <laughs> そうですよね、うん、そして今回の映画はキャス一、ね、作目はですねこのピアス・ブロスナンとかユマ・サーマンとかショーン・ビーンとかベテランのです、ね、スター俳優が出てるんだけども 2>, うん、うん、2作目になってくるとですね、えー、でこれっていうのはやっぱりファンタジー小説の映画化のパターンでいつもそうなんですけどもうん、うん、これは長期シリーズ化を狙ってのあのこうシフトチェンジだったなと思います。うんうん もう子どもの通信の物語になっていくのでさらに大人から子どもまで幅広い世代に楽しめる作品になってますよねあの観客がですねあの映画のキャラクターと一緒に育っていくっていうのがやっぱりファンタジー小説をシリーズ化すすするる場合の肝だったりもするんですよね、えー、それでは皆さん週末は「ザ・シネマで輝く夜を」。